なたが劉備軍の軍師諸葛亮殿か。周瑜殿、全ては先立ってお送りした諸官の党。まあ固い固い。共に戦おうという話をするのにそう構えることはない。そうでしょ周瑜殿。そうだな、ロシ君。書簡には目を通した。なるほど、劉備殿にも我ら孫吾にも意のある話だ。曹操の勢いをくじき時を得る。そこに我らの利害は一致する。だがそれが全てではあるまい。例えば我ら孫吾とは違い、劉備殿には寄って立つ地がない。それこそがあなたの狙いではないの。まあまあ、全てを語るなど無理なことならばそこには触れずにだな。我らの治癒をもって曹操の大船団を沈めるのだ。